全体的な内容はこういうゲームになるんじゃないかなというのは、予想していましたが、やっぱり相手のカウンターが決まったことと、自分たちが攻めているときに点を取り切らなかったこと、その差が出た試合かなと、まあ、我々としては、ね、引き分けでは満足できないゲームなので、相手のカウンターはもちろん予想していましたし、下がられて守ることも予測してたので、ね、それを、打ち破ることが、もう1点できなかった、もしくは、相手の、カウンターを、ねまあ、防げればよかった、まあ、その2点が一番気になった。